はい。本日のコラムはですね、即可塾ジェネシス第3部、このサイトの、ちょっと使い方をですね、また久しぶりにやってみようかと思います。え、初めて見る方もいるかもしれませんね。えー、っとね、まずはね、これ、ページが FX 相場解説と暗号通貨ニュース、そしてオフ会、アーカイブス、リスク管理、コラム、そして例のやつというふうにですね、え、7つのコーナーがあるわけですよね。増えてきましたね、最初は4つぐらいだったんですけども、さあ、それで、この中で、ドル円、 ですね。エンドル、うん、ドル円ですかドル円なんですよ、本当は。<laughs> ドル円 FX、日々の相場解説になります。えー、ここにですね、えー、昨日のものとか、えーまあ、基本的にこの1日ごとに横で線を引いてるんですよね。だから1日3回の解析がある日もあれば、2つだったり、まあ1つだったりもあるんですけども、結構2つとか3つですね。うん まあ、いろいろとあるということでございます。これで時系列で追っていけるのと、私が今までどんな解説をしてたのかということがわかりますんで、まあ、なんていうんですかね、いくら儲けました、何々儲けましたっていうふうなことよりも、あの、こういったものを見てですね、結果と照らし合わせていただければ、私がどういうふうに解説して、どのような結果を出しているのかってことはわかると思いますんで、私はまあね、あの自分の価値を強調したりとか、 あの実は私、ここで買ってて、こうやって儲けたんですよっていうふうなことは、あんまりやらないようにしようかと思うんですよ、これ見ればもう分かりますね、私がどんな資金の, <laughs> の増減をしてるのかっていうのはね。 うん、まあ、はっきり言って増えてますけども、そんなに爆発的に増えてません。あの、一日の目標金額は基本的に1万円なんで、5000円でも勝ったらもうすぐに撤退して、もうその日はやらないですからね。そのぐらい勝ったらやめるんですよ。<laughs> で、負けそうだったらやらないというかね。よくわかんなかったらやらないとか。もう本当にこれはいけるなと思った時しか入らないんで、まあ勝率はそこそこあるかなと思います。ただやっぱり勝率に関しましては6対4なら必ず賢していけますんで、 えー、まああんまりね、大振りしないようにした方がいいのかなと思います。で、暗号通貨ニュース。暗号通貨ニュースの方に、えー、切り替えますと、暗号通貨ニュースってのは2つのコーナーでできています。一般の暗号通貨ニュースと、それから XRP と ADA に特化したニュースですね。この2つのニュースがこうやって縦で並んでますんで、ADA、XRP のニュースってのはない日もありますけどもね。えー、こういうふうに、バーっと。結構ワイ s のお格付け発表があった時はね、コーナー大きいですけどもね。もうね、ニュースが多いんですよ。 本当にたくさんあるんですよ。ですんで、その中でもこれは重要、これは遅いと言ってねっていうのを出してますけども、えー、おそらくこれは他のメディアでも見れるだろうっていうものはあんまり出してません。私の、速っか軸ニュースの中でぽろっと話せば十分なんでね。そうではなくて、3ヶ月後とか、6ヶ月後に、えー、この情報が育つぞっていうものの種をここでお知らせしてることが多いですよね。 まあそういう意味ですぐに役立つかどうかわからないですけども、3か月、6か月先と、やっぱりね、暗号通貨っていうのはそういう数か月単位で見なければなりませんから、そういった先に向けての情報投資ということで、このコーナー作ってます。オフ会です。 オフ会は47都道府県に私がもう本当にあなたの町に、皆さんの町に、熟成さんの町に会いに行くという企画でございます。もう今30件ぐらいは行ったんで、もう一息なんですけども、ちょっと9月からですね、私あの、民謡のコンサートの方が結構入ってきますんで、ペースは落ちます。そんなね、あの、1ヶ月に4ヶ所とか5ヶ所とか,か、 8箇所とか、そういう風にはならないかと思います。一番多いので、1ヶ月に10、10所っていう時があったかなと思いますけどね。いやいや。で、このオフ会なんですけども、自然災害がありますんで、台風や豪雨もそうなんですけども、地震ですともに関して。地震っていうのは震度4以上だったら、その時点で全てのプログラムを中止して、えー、皆さんにはね、えー、安全、 確認のために自宅待機という形をとっていただきたいかなと思いますそして震度3以下の場合は検討してオフ会のあるかないかを、えー、継続するかどうかを決定しますんで、えー、地震が起きた時は地震速報の方でね注目していただきたいと思います以前大阪京都で入った時にその地区でオフ会やろうと思ったら震度34が起きたんで中止したってことがありましたけども、うん、本当にねこの あの、地震に麻痺しないようにしていただきたいんですよ。本当にこういった自然災害を甘く見ると痛い目に遭いますんでね。まあそういった形でオフ会の情報もこうやって流してますんで、たまに見ていただきたいかなと思います。仙台は9月8日にあるのかな、うん、?9 月8日に、えー、仙台のオフ会があります。その他8月は26と27にありますんで、福岡の皆さんもね、山口の皆さんもよろしくお願いします。アーカイブスは過去のサイトです。 えー、速下塾の、これね、第1章。ここの画面をクリックすれば出てきますから。そしてこのコンテンツが <laughs>、もう膨大な量でしょ見れないと。見れない見れ。見ることができるということです。で、ジェネシスの第2部、出エジプト機。こちらの方もクリックすれば、出エジプト機専用の、当時使っていたサイトに行きますんで、また膨大な量のね、情報が収集できるということになります。そしてこのね、 外食しながら稼げるサイト。これもクリックすると、ファンクルっていうサービスなんですけども、外食をして、うん、その外食っていうのはね、えー、アンケートを書けば、えー、返金される50%とか書いてますけどもお、結構返金されるんですよね。で、えー、使い方に関しましては3つの動画が搭載されていて、えーまあ、それでね、ここをクリックすれば申し込みますので、使っていただきたいかなと思います。完全無料です。で、これがマスターマインド TV というね、視聴者が680人という、まあ、私の中では最も <laughs>、 人気だった、そういった全16話のプログラムが用意されています。ここにはですね、いわゆる人の考え方とかっていうことを、思考ですね、思考資産っていうもの、こういったものを詰め込んでいます。これがね、ここにチャンネルがありますけども、16話、番外編とまでありますけどもね、ここがかなり精神に役に立つと思います。精神の栄養剤でございます。えー、そして私が、 インターネットビジネスってものをやってきましたけれども、その中でもうね、ファイナルということで全部を詰め込んだ、もう稼ぎのノウハウとか、えー、メディアビジネスとか MLM も詰め込んだですね、79万円220日のプログラムが現在は無料で、えー、ご覧になることができます。クリックするとこんな感じで、プロダクトロンチも入ってますし、アフィリエイトの手法も入ってますし、ゼロからリストをどのように取るかとかね、 1>, 1年で2万リストを濃いリストを取得ノウハウ。だからメールマガジンやりたい方とかラインアットやりたい方、ここを見たらいいです、うん。もうね、講義も毎日やってましたからね。すごい内容の詰まった講義だと思うんですけども、そういったものをかなりのね、量でお伝えしております。今夜3法よしから4法よしって概念が入ってますけども、うん、まあ、総時間にしてみてね、何時間あるんだろうかって感じでございます。 はい。で、特典4っていうのは何でしょうかそれは、クリックすると、自己アフィリエイトの手法です。私が最も得意としていた自己アフィリエイトの手法が入ってますし、まあ、私のこれ家ですね。アフィリエイトで買った家です。えげつないですね。アフィリエイトで家買うわけですからね。えー、で、もう私は家が手に入ったんで、もうアフィリエイトはあー、もうね、借金も返して税金も払って家も買ったんで、アフィリエイトは今後はやらないという方針です。基本的にやらないという方針で、えー、進んでいこうかと思います。で、アフィリエイトの方法、こうやってね。 順番に進めていけば分かるようになっています。まあ、情報がね、古い部分もありますんで、えー、こっからアレンジをしていただくか、私の方に問い合わせをしてください。えー、ここにはですね、自己アフィリエイトで無料で手に入るんだけども、有料で売れる商品の一覧があります。でもこれもうすでに変わってると思いますんで、これ鵜呑みにされないでください。もう更新しませんからですよ、私よで、え、2017年の7月10日にセルフバックやってみたんですけども、実はですね、先月もセルフバックを私やってました。 えー、FX の口座解説をいくつかやりま,すややりましたんでねあとは JAL のカードですねカードがずっと私できなかったんで試しにやってみたら今回できたんですよですからカードのセルフバックもこれから進めていこうかと思います這い上がってきた歴史ってありますよね速価塾の第1回ってこれすごいでしょ家賃を滞納していた3万5000円のボロマンションから速価塾ってのをお届けしたんですけどもちゃんと信頼構築できてるわけなんですよこっからでもすごいですよ3畳半の部屋ですよこれ ほとんどね、書類を置いたらもうね、足の踏み場がないってところに私暮らしてましたんで、ね、<laughs> で、速下塾の第1回セミナーの PV があったりとかね。速下塾のブログ。この頃は、ここから1ヶ月ぐらいしか経ってませんけども、引っ越したんですよね。自己アフィリエイトで稼いだお金で、新しいセミナールーム付きの、なんと12万円のマンションに <laughs> 変わったということですよね。懐かしいなうん。まあ、そんな形でアーカイブスを見ていただければなと思います。ほい。 では次はですね、アーカイブスから移ってきて、リスク管理。ここには災害リスクとか、自己管理があるどのようにね、身を守っていくのか、地震予測も書いてます。まあ、ここでですね、私がどんなリスク管理をしているのかってことを見ていただきたいかなと思います。いろんなものを、ね、リスク管理のために投資してますからね。で、コラムってのは、速化軸ニュースですよね。私の考え方をここでお伝えしています。一つのニュースからどのように考えているかってことですよね。 はい。で、最後は例のやつですよね。もうね、無条件でお金を増やす方法なんで、皆さんに利用していただきたいと思います。即可職に参加されてる方の、おおよそ50%の方が、これをやってます。<laughs> だから、あの、皆さんお金増えてるでしょ だから、そが入ると、必ずお金が増えるっていうふうに言われるのは、これがあるからなんですよ。<laughs> で、ここも情報をどんどん更新してますんで、見ていただきたいかと思います。で、一定の更新がなされた後は、もう多分更新はありません。あの、同じことの繰り返しなんでね。また、あの、こちらの方も参考にしてください。それでは、今日はあ、以上でございます。